こんばんは、ひづきチャンネルようこそ。というか、こてつチャンネル、別バージョンみたいな感じなんですけれども、ちょっと今日はこてつはね、登場はしないんですけれども、こてつちょっと、病気になりまして、病気というかね、多分ね、ティッシュを食べたんだと思うんですけれども、調子が悪くなってね、すごい吐いてね、すごい焦ったっていう、そういうお話をねしようかと思うんですけどね。なんか朝起きたらね、なんか、ゲホゲホ言ってなんか吐いてるような感じがしてね、それでパッと見たらね、吐いてましてね。ほんで、大丈夫かなと思いながらも、下にね、下ろして、そしたらまあ餌を食べてたんでね、大丈夫なんかなと思ってたんですけど、その日帰ってきたらちょっとあちこちにね、吐いた跡があって、でぐたっと死んだように寝てたんでね、ちょっとこれやばいなと思ってね、ちょっと慌てて、診察時間、診療ギリギリの動物病院の方にね電話してね、今から行けますかって言ったらね、親切な動物病院なんで、見てくれました。7時半にね、受付締め切りなんですけどね、結局8時過ぎぐらいにね、お客さん空いたんで来てくださいって言って、で1時間ぐらい見てくれましたから、かなり長い間ね、病院にいたんですけども、いや本当にね、一瞬焦りましたけど、まあ、ちょっと様子を見ておこうかどうか悩んだんですけどね、ちょうどね、日曜日を挟んでしまうんでどうしようかなとか思ってね、悩んだんですけど、まあ、相談だけでもと思ってね電話したらね来てくださいということで、本当に、いい動物病院です、堺のね北区の北花田の近くにある、恵比寿動物病院ぜひ行ってください先生すごいいい人なんでね、ちょっと宣伝しておきますお礼ということでね、はい、それでね、まあ何か、異物を食べたんじゃないかとかね、そんなんもね、一番疑わしかったんでね、いろいろこう触診でねグニグニ触ってくれたんですけどね、まあさすがにちょっと痛かったのか途中でキャンとかね泣いてましたけども、ほんでまあ大丈夫やとは思うけども、一応レントゲン取って、あとエコーでも見てもらってね、まあ異物はなさそうだということなんでね、ちょっと様子を見ようかっていうことで、はい、でそれが昨日の話でね、今日です。ちなみに今日は、11月の、5日日曜日です。だから11月4日の出来事なんですけどね、はい、いや本当にね、ちょっと焦りましたけれども、ほんで、今朝からねちょっとずつ、良くなってきて、今夜になるとね、ま、いつもの元気はないんですけれども、まあ、ご飯もちゃんと食べて、吐くことなく、無事ね、回復状態にあるので、よかったなと、思っております。ほんでね、レントゲンとか、やってくれた後にね、最後にちょっと脱水症状になってると思うからちょっと点滴しますって言ってね、点滴ね多分あれどれぐらいあるんですかね、200ミリぐらいあるんですかね、結構な量のね点滴をね皮下注射で初めて見たんですけどね、背中にブスッと刺してね、ここでブシューってねこう点滴のチューブをねギューッと握ってね、えらい勢いで入れていくんですよ。大丈夫かなとか思ってたんですけど、見てたらラクダのコブみたいにねこう水がビヤーっとね液体が溜まっていくって、で、まあ、しばらくしたら吸収されますっていうね、さらっと言われたんでね。まあ、そんなもんやと思いますけど、ちょっと最初はね、すごい量、すごい勢いで入れていったんでね、びっくりしましたけど。まあ、きっとそれのおかげでもね、元気になったんだと思うんで、まあ、一安心です。まあ、多分明日、明後日になったらね、いつもの通りね、餌くれ、餌くれと走り回ってるんじゃないかと。今日もね、餌くれとかね、おやつくれとかね、ちょっと軽く言ってきてたんですけどね、もうさすがにね、今日はあかんって言って、吐いたらあかんからって言ってね、ちょっと、もう本当に柔らかいやつを2、3個、ちょっとあげるだけにね、してたんですけどね。はい。
今もちょっとこの動画を撮影してたらちょっと起き上がって、さっき水飲んでました。音ガシャガシャ聞こえてたかもしれないですけどね。こっちの足元来るんかなと思いながら、もう来なかったので、また自分のベッドで寝てます。なので、ちょっともう今日はそっとしときます。まあ、虎徹一大事になるかっていうのでね、ちょっと心配でしたという。でも無事ですんでね、皆さん、ご安心ください。また元気な虎徹チャンネルね、撮りたいと思います。はい、ということで今日は虎徹のお話でした。それでは、バイバイ。